はい、はい、ニュースの時間です、まあ、今回ちょっとね、まあ、フラパの後だから1個しかね、はい、もう内緒ニュースとして取り上げるものはなかった。そうなんですよね、そんなになかったんですよ。そう、はい、超絶回、超絶です。今も出たかな、はい、イザナミ回でいいのかな、イザナミ回来ます。嬉しいです。まあですね、はい、使い回し2周目、うん、でまあいろいろのね証持ってて、はい、ワクワクつけれると、はい、で、うん、ノー講習しかからしか出ない、運枠だったり、うん、ノーマル報酬スピード報酬からはゲットできないみたいな、うん、そうで、はい、まあその落ちたうち、はい、落ちた中でね、うん、5種類の有力友情コンボのうちいずれか1つを持ってると、うん、はい、でクロスレーザー S、 クロスレーザー S、貫通拡散弾 L2、 貫通拡散弾 L2、 反射レーザー S3、 はい、反射レーザー、反射分裂弾、分裂弾、プラズマ、この5つのうちどれかがマック教授でついてると、はい、でもいきなり星6でドロップなんで、うん、進化させる必要はありませんと。そう、進化と神化か、神化させる必要はない、いきなりだからもうイザナミ回の神化ごとして落ちますと、はいはいはい、ですね、なんで クエスト自体は勝てれば OK ってことですよね。うん、そうだ、ノーコンで1回勝てればそのうちの1体手に入るけど、そうあれかな、多分その分裂弾とかプラズマのやつがドロップしづらくなったりするのかな、おそらくとか、なんかそうだろうね、うん、まあ偏るたりするのかな、うん、でイザナミでねラック上げれるみたいです。イザナミラック上げる。そう。なんかまあ初期に追加された理由はそこにあるんでしょうね、おそらくね。ね。てか。はい、なんでそういうことだったね、うん。まあ一番最初にまずパッて言えるのはイザナミの運極を5体以上持ってる方がもう全種速攻運極にできるんですよ。できるね。そうですよね。てかイザナミが多いんじゃないの、うん、複数運極持ち。一体終わってもなんか手伝いとかでやったりとか、あと、うん、その動画組み立ってねイザナミに使ってみたとかやったりするわけだから。うん、イザナミはまあ結構中上級者以上の人は結構持ってそうだけどね、うん、複数体やっぱねフォックスメタルでヒットストップするのが楽しかったりとか、うん、そういうのもあったりするから、イザナミ何体持ってる分かんないです、ちょっと待ってください。でもねイザナミは運極2体と52、うん、ああでも全然てかもうね、うん、1体はそれでもできてるわけですし、ナミとイザナミ界だから手に入れた瞬間一応運極にはなるけど、うん、貫通拡散弾、うん、まあ、これって反撃モードに有効じゃないですか、うん、そうで反射分裂弾やっぱ欲しいじゃないですか、欲しい、強いやつだから、うん、でプラズマも欲しいじゃん、うん、だからイザナミめっちゃ作んなきゃいけないんですよ。その3つは作りたい、確かにクロスレーザーと反射レーザーは必要だけど、うん、でもねこれで全部ねなんかこれ大丈夫なのかなっていうパズルのピースがね全部埋まった。イザナミさ、うん、フラパの報酬でサブ友情がつくオラゴンの原理のやつだしですか、そういうのもここで解決できるのかなっていうサブ、まあ、これは回の方だけど、まあ、イラストも違うとはいえど、うん、でしかもそいつの運極も作るって言ったらこの5種の友情コンボ揃えるプラスそのフラパの方のやつもやらなきゃいけないから、うん、6体7体とかイザナミの運極作らなきゃいけない、うん、なんて集めればいいの、七六十三だから693体嫌なんだけど大丈夫だよ、はい、大丈夫ですか、証拠追加されたから証拠があるんです4人相互で20周したら運極できるっしょ、一体1日1体運極かすぐできるよ。ああなら簡単か、そういうことだったんだな、うん、いやでもね、まあ、これ出すんだったらまずちょっとゼロの2周目にしてほしかった、ね、マジ、はい、まあ、この狙いの裏側を話しておくと、うん、おそらくナミクシとかの周回してもらえる数がどんどん減ってきたんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、だから初心者層があんまり入ってきてないのか、もしくは初心者層がまだ超絶とかに選べるレベルに達してないのかで、ナミクシタケルあたりの多分周回の数が全体的に落ちてきてるから、うん、その対策なんじゃないかなと思ってます、うん、そうするとねナミクシこれ多分まだ周回数クソみたいなのがあると思うんで、うん、まあまああるだろうね、うん、まあまあある人増えると思うんで、ショコも合わせてね降臨した時とかなんで、それ狙いなのかな、確かに、それこそイザナミ、まあ性能まだ分かんないですけど、うん、それこそねイザナミの上位互換だったりしたら、うん、絶対こっち作るじゃん、まあ作りますね、こっちも作るわけだし、ナミナミゼロってちょっと似てましたもんね、うん、重力ワープとかまで一緒だったから重力ワープになんかなのかもしれないし、ちょっと楽しみなのが重力ワープ反射タイプ、まあ、貫通でもいいんですけど、うん、あれカナンのは上手くなってくんないかなと、ああはい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 、ちょっと期待してますこれだから。でもこの中に加速エースとかがなくてよかったっす、そしたら多分それかなり絞られてると思うんで、やっとして、うん、確かに加速エースとかあったら、だからそいつだけは結構でも運枠としての性能跳ね上がるから、うん、でもそれこそああってかもうそうなるともう、うん、ワクワクな耳みたいになっちゃう、うん、そうで耳もつけれるじゃないですか、耳もつけれるね、だから結構差別化できますよね、うん、いろいろね、確かにそれはあるね、なんか、うんうん、
それ面白いね。プラズマになって単純に確かにね、カスタマイズイザナミみたいな、カスタマイザナミカスタマイザーみたいな、ね、確かにイザナミカスタマイズできるよねこれ。なんでまあ書庫をね地道に回るのがすごい大切になってくるのかなっていうイメージがすごいつきました。まあこれ来たから多分クシタケナギ読み来るでしょうね。いや絶対来るよね、うん、今のうちから2体目作り始めた方がいいと思います。だからもうそういうことだよね、うん、じゃあやっぱあれか、ゼロは、ゼロシリーズはモンストの DS2 が出ない限り出ないってことかな。うん、まああれ DS からの落ちキャラでしたね。そうそう落ちキャラだから、うん、だってもうね言っちゃえば確実にも来ちゃったわけだし、来ましたね、一時もなんか DS 系のは来ないのかもしんないね、うん、あと結構でも残ってんすよあの DS のキャラ。あてかでもそうなんだよ、ね、まだまだ結構いますよね。なんであれが多分またなんか夢玉とかで適当に出てきて、夢玉とか、うん、あの引きコインメダル引き換えか、うん、とかで出てくるのかなってイメージはあります。はい、でこれが、うん、来週金曜日、はい、21日の20時、22時でやりますんで、まあ、ライブねこれやると、はい、やると思います。これ難しいのかな。でもなんか実数その勝つのは1回でいいみたいな印象あるから、いつものコラボの超究極みたいに難しくしてくるかって思うんだけど、そっちじゃない気がする。優秀な友情コンボの方が落ちないから結構周回は必要みたいな。確かにね、そっちタイプ結局こいつのねなんか厳選になっちゃうと、うん、そうそうそうこいつの厳選になるから多分それで周回数は稼いでくんじゃないかなって思ってます。まあなんか難易度的にはあれか、うん、ゼロシリーズぐらいの、うん、ゼロよりまあちょっと難しいぐらいかな感じなのかな。でまあここであれだろうね、うん、やっぱ最近いろいろ追加された水のどれかが重心化とか敵だとかいろいろまた使えてくるんだろうね。あとまあ完全予想ですけど、うん、ナポの重心化あんのかな。あナポの重心化ありそうなんだこれで。だ絶対こいつ神だ。神でしょこれ。これ神じゃなかったらやばいでしょこれ。こいつ神だよね。だゼロシリーズで変わったやついなかったっすもんね。確か。全員アジンとか、そのまま受け継いできたよね。そうそうだよね。おそらく。そうですよね。山竹ゼロもそうだし。あ、でもそうだ。そうそうだそう。全部受け継がれてるから、神で。うん。まあでもナポは個人的にアルカディアとか言ってほしいけど。まあ、ありそうだね。いやね、これちょっと予想外だった。うん。でナミとナミゼロで適性大きく変わったから、ナミナミゼロで適性持たないところが入ってくるかもしれないですね。だからテキーラとかもしかしたら外れちゃうかもしれないね。普通に、うん、でもそうだよね。ダメを一本と か、うん、か俺一番ありそうなのは半蔵、あ半蔵じゃない、サイゾー。ああサイゾーすごいありそう。ナミもナミゼロもそんなにダメージオールが強めじゃなかったじゃないですか、うん、じゃあ両方出てきましたけど、ダメはダジャー、うん、でもそうなるとワープもある、ワープのダメオールかどっちかですね。ありそう、いろいろ強いやつつけれていけるけどね、うん、ダメオだったら、うん、そうだね、やりたい方ダメオだとしてもダメオワープってなるとまた違うから、ダメオワープだとしてはね、うん、どうぞダメオ魔法陣とかだったらサイゾの発端エッセスとかが生きてきたりとか。確かにユウスケだ、うん、あユウスケあそうだユウスケそうだありそうっすよ ね、 でもねユウスケおるからな。まあでもまあ楽しみ、うん、ちょっと楽しみですね、うん、まあ、でもまあ僕もピトさんと同じ意見で身長絶が良かった。まあ難しいな、うん、でもまあ身長絶もまだね、うん、終わってないから、だって光がこれから来るからね、うん、でもまあなるほどね、まあ、ショコの理由はてんこ盛りだねマジ、うん、ほんと7月まだたちょっと違うよね、うん、てんこ盛りだったね。夏休みに怒涛の攻めをね打ち込んできてますよね、うん、でもなんかそんな感じあるよね、はい、なんかコラボだって忙しいよ。コラボだよこれ今ここの時、うん、ほんとそうやまあ頑張ります、はいはい、ぜひぜひ見に行きたいと思います。あとはベートーベンがね火曜日、来週の、18日、はい、またこれも3時ですね、うん、に実装実装をされますんで、はい、ぜひ、うん、皆さん、うん、7回は結構強いだろうし、ね、うん、ベトベンもね、うん、楽しみです、ね、非属性このタイミングの非属性クシナダカインの適性かな。確かにはいなります。はい、よろしくお願いします。ナウショーニュースなんかあるかな。まあ、改めて、ね、あのフラッグパーク、うん、で、お声掛けいただいた皆さん、うん、ありがとうございました。お願いします。握手とかありがとうございました。ありがとうございました。あ、で、今時言っとくと、あと、今週の土曜日、うん、この動画出てる週の、あ、それ言うとこ、そうだ。土曜日の長時間ライブを僕らやる予定だったんですけど、はい、そこにコラボがちょっとぶつかっちゃいまして、15日ね。そう、もしかしたら、今出してる僕のツイッター見ていただいてる方に、多分スケジュール届いてると思うんですけど、うん、あのプランは一部変更になる可能性があります。なんで、ピンポイントで見たかったって人は、随時ツイッターとかで確認していただければ、はい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 、おそらくこの動画上がる日に発表されると思うので、ね、はい、ぜひよろしくお願いします。15時16、はい、15から16、15時、15日の18時からっていうのは変わらないんですけど、中の内容はちょっと変わりますよと。
以後です、はい、朝6時まで朝5時までよろしくお願いします。はい、はい、以上かな、かな、だから、まあ、自分もねそう髪切ったんですけど、うん、結局長さが変わってないんで、なんかね切った量を減らしただけ、量を減らしただけなんだけど、でもそしたらだから前ねカナンの初見の時気にしてたけど、なんかね落ち着かないんだよね、なんかだからまた切ってもいいのかなって思ってます、うん、はい、ない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 です僕は、はい、はい、ということでね、はい、目覚め会について、うん、皆さんのご意見、コメント待ってます、よろしくお願いします。まあでもイザナミ好きな人は本当でもイザナミ好きな人にとってはたまらない7月だよね。間違いない2キャライザナミ展開されてんだよでしょこれ確かイザナミめっちゃ好きなんですって言った人はさ超モンスト史上始まって以来のイザナミ、うん、イザナミ持ち上げられ方が半端ない、イザナミ大フィーバーなんですよって言ったら本当ちゃんとロケ波付きだね、波付き本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッターもやってますしゲームで SNS もやってますね、はい、よろしくお願いします。じゃあ今回もゲームで RPG スタジオ4からお送りしました。ナイクでした。失礼しました。おはようございます。ありがとうございました。